エデュアルト・ディートルはドイツの軍人である。第二次世界大戦ではドイツ国防軍陸軍に所属し、第三三学士団長や第二十三学軍司令官などを務めた。最終階級は上級大将。1890年7月21日にバイエルン州バート・アイブリンクで同盟の父エデュアルトと母・リナの間に生まれる。ローゼンハイムのギムナジウムで アビトゥアに合格した後、1909年10月にバンベルクに駐屯するバイエルン第五不評連隊に入隊する。1910年10月から1911年8月までミュンヘンの士官学校で教育を受け、終了後に小院に委員官して連隊の機関重症隊長を、ついで1914年8月に第一大隊の副官となった。第一次世界大戦に出征し、 1914年10月に、負傷。1915年1月に、バイエルン第一不評連隊の補充大隊、同年3月に再び第5不評連隊の補充大隊へ転属し、同連隊の第一大隊と、再び出生。同年7月に、中尉へ昇進し中隊長を務める。1916年11月に、バイエルン第7不評旅団の自席副官を拝命。 その後1917年10月に第5不評連隊、同年12月には第7不評旅団のそれぞれ副官を務めた。第一次世界大戦では4回負傷し、2級鉄十字章、及び1級鉄十字章を受訓している。1919年3月、フランツフォンエップのフライコールに加わり、同フライコールが国防軍に吸収された後の同年3月に、 大尉へ昇進する。1920年には国家社会主義ドイツ労働者党の前身であるドイツ労働者党に入党している。1920年に第19不評師団例下の第3大隊で第1中隊長を拝命したが、この大隊は山岳船を担任していた。同年、現役将校としての政治活動を避けるために離党したが、 党やヒトラーとの縁を立ったわけではなく、その後もカップ一機の準備に関与したり、連合国軍によるルール占領に対抗して突撃隊への軍事訓練を施している。ミュンヘン一機においては突撃隊の武装解除を拒否して、連隊の左門を受け、明確な命令を受けていないことから公明罪には問われなかったものの、演習場勤務に左遷された。九百四十年四月、 ノルウェー侵攻作戦のナルビック攻略部隊である第三山岳師団長を務める。ナルビックの戦いではドイツ海軍が敗北して補給が困難になるもフランスで劣勢になった連合国軍が撤退するまで耐えて戦い抜き最終的に勝利した。この功績によりドイツ国内で民族的英雄扱いされる。5月9日には騎士鉄十字章を授与された。 1940年6月19日に、白洋月騎士鉄十字章の初授与者となる。その後、第23学軍司令官に就任して、ノルウェーに泊まり、北欧への連合国軍の反抗に備えた。翌1941年に、独ソ戦が始まると、フィンランドと共に、ソ連の重要な補給受け入れ校であった、ムルマンスク攻略を目指したが、戦力不足と厳しい気候。 地形に阻まれ目的は達成できなかった。1944年6月23日、会議においてソ連軍に降伏したフィンランド軍を軽蔑する言葉を発したヒトラーにディートルは相当閣下、私は一人のバイエルン人としてあなたに話しかけなければなりません。とテーブルを叩いてフィンランドに対するヒトラーの不当な評価を激しく非難した。 意外にもヒトラーはディートルに対して、君の言うことは全面的に正しいと答え、ディートルに心のこもった別れを告げた後、他の軍人の方を向いて、諸君、私の将軍たちは皆、あの男のようであってほしいものだと語ったとされる。その数時間後、ディートルとトーマス・エミール・フォン・ビッケで不評大将、カール・エグルゼア参画兵大将、フランツ・ロシ中将及び、 た三人の乗客系のナメを乗せた、152が、オーストリアシュタヤーマルクシュ店レッテンネゲ近郊で、墜落し、ディートルを含め全員死亡した。その死後、7月1日に、白羊犬付騎士鉄十字章を追蔵された。アドルフ・ヒトラー4ジョン・トーランド著179ページ。ありがとうございます。